いらっしゃいませ。お一人。ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか。構へん、待つ。ほんますみません。
そしたらこちらでお待ちください。なあ、そんな行きつかんでええね。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました、一名様。失礼します。タカ子です。おお、こらえらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅうんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか
毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子は？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい、今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん？うちもそう思うんやけどな、支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん？ようこそオデッセイ。楽しまれてますか？これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか？お目当ては